ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは。ね、今日は、町田鈴木楽器さんね、発売日でございます。新曲、真実の愛と書いて本当の愛と読みますね。この曲の発売日ということで、まあ、今までですね、まあ、今回のこの曲はですね、まあ、予約のキャンペーンですとかこういろんなことをやらせていただきましたけれども、まあ、今日が発売日ということでこうして、皆さんねお集まりいただいてありがとうございますね。町田に降り立ちまして町ですねいい町でございますね。もう何度もこちらも来させていただいて歌わせていただいておりますけれどもね、今日もこうしてうちわを持ってね、パネルもね作っていただいたりね、ありがとうございます。いろんな形で応援くださいましてありがとうございます。私が松坂由紀でございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。本当の松坂由紀です、はい、本当の松坂由紀です、まあ、偽物がいるのかっていう感じですけどね特にないんですけども、はい、ということでね、まあ、今回のこの曲初めてお会いしますか。かっこいい。あ、ありがとうございます。あ、合ってますか。ありがとうございます。2回目あ、ありがとうございます。あと初めてっていう方、あ、初めて、あ、ありがとうございます。あ、ちょっと後ろの方嘘ついてる方いますけどね。あ、そうですね、前の方はなんかもう毎日やってる感じがいたしますけどもね、本当にありがとうございますということで、まあね、いろんなところでこの曲をね歌っていけたらいいなということでございまして、昨日は、東京大神宮というね、東京の飯田橋にあります東京のお伊勢さんと言われている、ところでねヒット祈願をしていただきまして、ね、すごいんですよ。なんかね、あの本殿に行くときにそのもう建物の中からこう行くんですけど、そしたらなんか巫女さんが2人こう待ち構えてましてね、手をだお出しくださいってこれ出してね、水をねてビュービュービューってこうかけて流してくるんですよ。でそれで白いね和紙みたいなので拭いて、その和紙もなんかいいやつだから持って帰りたいぐらいの感じだったんですけど、ね、なんかもうそれで清めていただいて、で、まあ、ヒット祈願をねしていただきましてね、神がこの曲を皆様のもとに広まりみたいな、なんかね、なんかかわしこみかわしこみでやっていただきましたんでね、まあヒットすることを願ってですね、私もこの一箇所一箇所皆様に届くようにですね心を込めて歌っていきたいと思いますが、まあ、今日いろんなあの新聞にも出させていただいて書いておりますんでね、あのそこにファミマもありますんでよかったら覗いていっていただきたいかと思いますけども、そのヒット祈願の模様がですね、まあ、新聞とかウェブのニュースで配信になってますので、ぜひ、ご覧いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。よかったね、うん、ありがとうございます先生ありがとうございますということでございまして、まあ、いろんな曲をね歌わせていただこうと思いますけれども、まあ、時間も限られております。私は、まあ、三重県の出身ということで、昨日はねその東京のお伊勢さんということで、まあそのね東京大神宮でひと祈願していただいたんですけれども、前作は、お隣の岐阜県を、舞台にした曲でございました。こちらの曲もたくさん応援をいただきましたけれどもね、まあ、岐阜もいいところでございますから歌になる場所がいっぱいございますということで、前作遥かな人よ続いてお送りしたいと思います。お聴きください。ありがとうございます。前作遥かな人よ、お聴きいただきましたね、まあ、前作といいますかね、アルバムの時だったかと思いますけどもね、あの前作アルバム、あの、ね、こちらで電話会というのも、ね、やらせていただいたんですよ。そう、あの一人お一人とね CD をあのお求めくださった皆さんと電話しまして、で僕がピッ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 って電話番号をしましてね、押しまして、もしもし松坂さんですかつってね、あ、まあ分かんないですけど、まあ、皆さんねそうやって電話に出てくださって、まあ、楽しくね、新記録、あ、本当ですか。そうですか、じゃあまた電話会もぜひね。そうですよね、あの時はなかなかまだねこうやってキャンペーンができない時でございましたから、まあその電話でね全国の皆さんとこうお話をさせていただいてね、楽しいひとときでございましたけれども、まあ、生でこうしてね歌わせていただけるのも嬉しい限りですけれども、この間からね少しずつ、まあ、あの先、まあ、9月ぐらいですかね、また徐々にこのイベントなんかもねこう復活して
来ていろんなとこで歌わせていただいてますけれども、この間ですね、福田光平さんとね、ご一緒させていただきまして。本当ですか？ティアラコート、あ、本当ですか？あ、ありがとうございますね。あ、黄色い服、服が可愛かったですか？あ、来ていただいて、あ、ありがとうございますね。たくさん来ていただいてありがとうございます。ティアラコートっていうね、江東区のところで、もう大きなね、素晴らしいホールでね、歌わせていただいたんですけど、今度火曜ポップスチャンネルっていうね、CS のチャンネルでもですね、12月の11日の、日曜日かな、夕方の4時からね、流れますんでね、その模様がまた見てください。何が流れてるかちょっと僕もよく分かりませんけども、まあ歌ってるところは多分流れてると思います。ね、トークは相当長かったんで、どこがね映ってるかちょっと分かりませんけどもね、本当にもうなんかいろいろ本当に楽しいですね、会でございました。福田光平さんと、それから僕とパク・ジュニョンさん、それから、二見宗一君と流星君と、東京力車の皆さんと、あとは元ウィングのね、相田翔吾さんね、がスペシャル MC として出演してくださいまして、応援になるかと思いますのでね、ぜひ見れる方見ていただきたいと思いますけども、まあ、そこでね、名曲をカバーするというコーナーがございまして、歌わせていただいた一曲がございますので、もう皆さんぜひね、これもうぜひというか、まあ、知ってるでしょ、もう知らなかったもぐりですよねっていうぐらい有名な曲を歌わせていただきました。吉幾三さんの雪国をお送りしたいと思います。あれなんですけども、こういろんな、ね、世代の方に聴いて歌っていただけるような曲になってますので、ぜひよろしければ、覚えていただけたらと思います。こちらもどうぞ応援よろしくお願いします。それでは、ちょっとね、すいません、最初呼びかけてから音をかけていただいて、皆さんもね、カラオケでもしやるときありましたらね、歌うときありましたら、おーい、幸せとつって音をかけて、ピッとこうね、スタートっていう感じでね、CD はそういうふうになってますんで、はい、よろしくお願いします。それでは参りたいと思います。おーい、幸せくん、あー、完璧でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大井幸せくんを聴いていただきました。ありがとうございます。こちらもね、カップリング曲でございますんで、ぜひ応援をしていただけたらと思います。はい、ということで、あ、そうですね、そちらをね、じゃあぜひお知らせして、はい、今年も、毎年恒例でやらせていただいてるんですけれども、12月の22日の木曜日にですね、東武ホテルレバント東京というですね、錦糸町にありますホテルでですね、クリスマスディナーショーを開催させていただきます、ね。今回は女性のですね、尺八を吹かれる辻元さんという方と、伊坂俊幸社中喜楽座というね、和楽器の集団の皆さんと、それから、ここのチラシには載ってないんですけれども、僕と同じ事務所のですね、緑千佳さんというですね、カラオケバトルっていう番組もね、出てね、オペラ魔女なんていう風にね言われている、その魔女もですね、出ていただいて、そう、魔女にも出ていただいて、一緒にまた歌わせていただいたりしますので、よろしければぜひ、こちらもね、12月、今年のね、年末締めくくりということで応援に来ていただければと思いますね。あとはですね、ここからキャンペーンがね、まだまだ今日が発売日ということですので、ぜひ、皆さん皆さんに応援していただいて、それから皆さんのご家族にも応援していただいて、それから皆さんの隣近所の方にも応援していただいて、ぜひですね、この本当の愛がですね、たくさん日本中にこう広がっていくことをね、願って歌わせていただこうと思いますが、この歌はね、こう大切な人を亡くしてしまって、悲しいと思うんです。でもその悲しい先に、その亡くした方を思って、亡くした大切な人との思い出をまた自分で振り返ったりとか、思い続けることで本当の愛をもらえるんじゃないかというね、そういうメッセージソングになっています。大切な人から受けた愛をまた僕ら生きてる人間が生きてる人に伝えていく、そういうような、愛のバラードになっておりますので、
ぜひ大切な人を思いながらですね、聞いていただけたらと思います。それでは最後歌わせていただこうと思います。最後はフルコーラスで、はい、人生歌があると同じように歌いたいと思います。はい、今日発売でございます。皆様どうぞ応援よろしくお願いいたします。松坂由紀7枚目のシングルでございます。本当の愛、お聴きください。欲しいな人、風になった人、目頭に浮かぶ微笑む顔だ、思い出があれば、いつでも愛。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。これで、鈴木楽器 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、松坂由紀です。11月9日、今日なんですけれども、こちら鈴木楽器さんで、発売の、歌唱キャンペーンをやらせていただきまして、後ろにも見えてますかね、本当の愛という新曲を、発売させていただきました。今回は作詞を石原慎一先生、そして作曲を浜圭介先生にしていただきまして、大切な人を失ってですね、悲しいことはもちろんそうだと思うんですけれども、そこからですね、目には見えないけれども、その亡くした大切な人が見守ってくれていることを、生きている僕らが感じることこそが本当の愛なのではないかというですね、テーマの曲をいただきました。もう泣かないで泣かないで、あなたの愛が、見えない愛が本当の愛というですね、そう歌詞にも出てくるんですけれども、本当に大切な方を亡くした方皆さんに、寄り添える一曲になればいいかなと思っておりますので、ぜひ、皆さん応援していただけたらと思います。はい、あとカップリングの方はですね、大井幸せくんという泳げたい焼きくんを作曲された佐世十一先生が作曲して、いただいた曲です。非常にポップな可愛らしい曲調なんですけれども、本当にこう身近なところに幸せっていうのはあるんじゃないかなって思うんだけども、最近なんかあんまりいいことがない気がするなっていう時にですね、ちょっと幸せくん、また僕のところにやってきてくれないかいというような、ちょっと呼びかけて、その幸せをつかむというような可愛らしい曲になってますので、この本当の愛と、それから大井幸せくんと合わせてですね、松坂由紀2年ぶりになりますこの新曲を皆さんに応援していただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。ぜひ鈴木楽器で皆さん、こちらの CD をたくさん買ってください。よろしくお願いします。